コネクト楽しんでいきましょう。してこんばんは、西里香です。神田、ちょっと久しぶりに歌を歌うので緊張してますけど、皆さんのおうち時間が楽しいものになりますように精一杯歌いたいと思います。よろしくお願いします。Killing me
たチョコレート苦いくらいもうバイバイ弾ける理由も見ねえふんにそれでもあなたが好きねえどうしてまた続けるの My Playboy Forty Forty Down Forty Forty Down一人になる勇気もないのそれでも愛しい人ねえどうしてイエイエイふたりになる未来もないのフォリフォリだフォリフォリだスピンコネクトをご覧の皆さんこんばんは西江梨花です。よろしくお願いします。今いろいろねライブができない状況が続いていて私も本当に1週間ぶりぐらいに外に出ましたね。こんなにライブがなくなったりとか仕事がなくなるのは初めての経験ですごくこう不安でいっぱいなんですけど多分みんな同じような気持ちを抱えて今お家にいると思うのでそんなみんなのお家にいる時間をちょっとでも楽しくとか明るくできるように今回このライブに出演することにしました。スインコースターの皆さん本当にどうもありがとうございます。数少ないスタッフさんで本当にできる限りの人数で、やっていただいております。今日は配信ライブということでコメントもねいっぱい読めるんですよ。目の前に iPad を置いていただいて見ております。ありがとうございますね。いっぱい名前呼んでもらって嬉しい。そうですね、ありがとう。今日どなたでもねフリーで見ていただけるライブなんですけどなんか投げ銭っていうものもねあるみたいなのでなかなか言いにくいんですけどもしお気持ちいただけるんであれば嬉しいななんて思ってます、まあ、無理はなさらず。収入がちょっと大変だよね今みんなね。お金収入はね、マジでやばい。マジでやばいですね思ってる以上にいや思ってる以上にちょっとね私も打撃を食らっておりますけどみんな多分一緒なんじゃないかなと思うので無理なさらない程度に、ライブ楽しんでもらえればいいなと思ってます。コメントもいっぱい見てますので皆さんいっぱい書いてください。最近なんだっけ作ったご飯で美味しくいったのは私結構地味なというか和食が好きで茶色い系が好きでこの間炊き込みご飯作ってめちゃめちゃうまくいきました。
しらすと、はい、なんか生姜とごぼうの炊き込みご飯作ってすごい美味しくできました。おばあちゃん家の匂いみたいなのしたみたいな感じで大丈夫なんでしょうか。コメントいっぱい見てるんでまだまだ引き続き打ってくれると嬉しいです。お願いします。今日いっぱい客たくさん持ってきたのでどんどん行きましょうか。じゃあ次は、去年出したアルバムラブミーの中から本音という曲を歌います。私じゃない誰か、私じゃない全て、羨ましくてジェラス。渋谷スクランブル、今日もたくせんすれ違う。私より若い誰か線に引ける一心。寂しさを埋めるように増えてファッションに本当のことを言うと嫌われるでしょ。世界に一人きり秘密にしたいわこのジェラシープリンスホテルで指コミュニティータイム、コンビニでシュークリーム、それで十分プリンセス。減っていく子をさなか憧れのマイホームは夢のまた夢、いつかミュー、ロス、東京だ。君
きだって、どんな風に伝えてたかもう思い出せないの。声を聞かせてね、エコーミッドナイト、月が眩しいよ、見つめていて、ね、Catch me tonight、 言えたらいいのにね。こんなんじゃ二人うまくいかないでしょ。見ないぷりを続けるのは冷めたくない夢だから。 Ooh, ah, yeah. ありがとうございます。楽しんでもらえてるでしょうか。兄さん髪伸びたなって言われた。髪もう切りに行けないもんね。そうなんすか。美容院にもちょっと今ね行くと危ないなっていうか、自分がもしね広めちゃったらどうしようとか思って美容院も行けずに、行くタイミングを逃しまくった結果すごい髪伸びちゃって、去年の1月の誕生日の時にバッサリ、ほんとボブぐらいに切ったんですけど、もう今すごい伸びちゃってね。放置したら人って髪って伸びるんだなって思いますね。生きてる生きてるって感じですね。髪も爪も伸びますよ、生きてるから。でも生きてることが今はね一番大切にしなきゃいけないことですからね。皆さんなるべくお家にいましょうね。みんな家で見てくれてると思うんですけど、何で見てるんですかね、みんなね。携帯なのかパソコンなのか、あとテレビとかでも見れるのかな今ね。 YouTube をテレビで見たりとかもできますもんね。まあ思い思いにね過ごしながら見てもらえればいいなと思います。本当だったら今日シンクロニシティっていうサーキットフェスに私出演させてもらう予定で、シンクロずっと出たかったからね、今年出れる嬉しいと思ってたんだけどね、やっぱり中止になってしまって、でね、こうやって配信の機会もいただけたので、歌える場所をいただけるのはありがたいなと思ってます。パソコンですね。なんかこうイヤホンとかしながら聞かれてんのかな、恥ずかしいねめちゃめちゃ恥ずかしいですけどね。シンクロニシティ来る予定だった方とかいるのかな、いっぱいいるだろうな。私サポートでコーラスをやっている夜な夜なウィークエンダーズが昼間に出て、夜中シンクロニシティミッドナイトっていうねイベントに出演予定だったんですよ。やりたかったな、やりたかったです。また出れるように頑張りたいと思います。パソコンの方多いですね、うん、OK。 じゃあパソコンの方も携帯の方もテレビの方もね、そのまま聞いててください。次の曲は今日一緒に出演してくれている及川壮介と一緒に作った私の中での究極のラブソング Yours。同じシャツ羽織り、何も変わらない。
違うのはあなたの隣っぽ歩いてる Every single day You are バカみたいだよねあなた以外触れてほしくない鮮やかに咲く今日 Daylight 明日を描く Make my dayPick me up You'll never let me わかるでしょ言葉だけ薄く響いてくそれでも Every single day You are バカみたいだよねあなた以外触れてほしくない楽しんでくれてますか？ありがとう。ユアーズ最高っていっぱい来てる。嬉しい。ありがとうございます。音程外れてる。失礼しました。ありがとうございます。やっぱりね、シンクロ行く予定だったって方いらっしゃいますね。ねえ、めちゃめちゃいいフェスだよね。また出るように頑張りますので応援よろしくお願いします。今日一緒に出てくれてる相川宗介くんとはいっぱい曲をね作ってます。私にとってはもうほんとディレクターみたいな存在ですね。そんなそうちゃんと一緒に作った曲、次もお送りしたいと思います。シュガーミーという曲で、そうちゃん頼むね。だからそっと触れる見る
ありがとうございます。サンキュー。ソスケさんの鍵盤ピアニカ並みにキーの数少ないって。これはコルグ社製のですねマイクロキーですね、うん、はい、最近はあの Bluetooth 接続もできるやつが出ました。あ、いいやつなんですよね、はい、あの曲作るときとかこれでやったりしますよね。だいたいまあ3000ぐらいで。ちょっと値段とか言わなくていいから。ありがとうございます。シュガーミー好きって言ってくれる人もいっぱいいますね。ありがとうございます。今お家にめっちゃいるじゃない。そうちゃん家で何してる？猫のご飯作って。猫？うん、今ねバンドのメンバーと一緒に住んでるんですよ。ソスケ君はルーミーズっていうバンドもねやってるんですよね。偉いからちゃんと言うの。私そう、ありがとうな、うん、メンバーが猫一緒にいるから。そう、さっきテレビ電話で猫ちゃん見せてもらってめちゃめちゃ可愛かった。そうなんですよ。懐っこそうな猫ちゃんだね。せやな。いいな。やっぱりこう生き物に触れると癒されるよね。人より先に猫のご飯作って、うん、で俺ら猫ちゃん優先なの。そう、俺すごいご飯作るので。うん、はい、あのご飯を作ってますかね。ご飯作ってるんだ。はい、何が美味しかったですか最近作った料理で。最近ですか。ミラノ風。え、それはフンゼリアさんのとこじゃなくて。違います。ミラノ風、うん、カレードリア。へえ、ミラノ風って何。シシリー風を乗せて。いや完全にサッテリアの。シシリー風っていう。まあでも今なかなか外食もできないからね。お家でそうやってこう好きなもの作ったりするのもいいと思いますよ。ね、私もすごいお料理してるもん。料理して洗濯して掃除してみたいな。毎日のご生活を丁寧に生きようと思っていろいろやってますけど、でもやっぱりこうやって歌を歌えると嬉しいですね。見てくれてるみんなありがとうございます。じゃあ次の曲に行こうかなと思うんだけど、次の曲はですね、3月の25日に配信リリースしたばっかりの新曲をやろうと思います。初めて歌うからちょっと緊張してます。もう皆さん聞いてくれてるでしょうか。新生活が始まるに向けて、作った曲になります。もうみんな多分画面の前で踊り狂ってくれてる方も多いと思うので一緒に手叩いたり歌ったりしながら聴いてください。新曲は 1LDK。 新築のアパート南向き2階上駅近は譲れない小さなバルコニー二人だけのストーリーカーテンのない窓開けてここから始めよう。
に書いた駅近は譲れない小さなバルコニー二人だけのストーリーカーテンのない窓開けてここから始めよう La 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 Everything's gonna be fine ありがとう。楽しんでくれてますでしょうか。いっぱい喋ったのでちょっと時間的にギリギリになってしまいましたけど、ラスト2曲 Only You という曲歌いたいと思います。今日これを一緒に作ったチョコホリックちゃんも見てくれてるって言ってます。まだ踊り足んない、溢れすぎてて戻れないマイルーム、知らない誰かの温度が心地いい、ちゃんと分かってるよね。 Too much baby, too much baby、 だけど繰り返しちゃうのよ。 Too much baby, too much, too much。 Let's start to me、皆さんどうもありがとうございました。最後の曲になります。最後の曲は今度来週の火曜日にここで配信ライブをやる新崎浦くんと一緒に作った曲です。西江里香でした。どうもありがとう。 5AM 駆け出るサルとファイデイ擦り切れて拾えないI'm gonna go to the next one.
見ててください。西エリカでした。また元気で会いましょう。